こんにちは、ミスターマイヤメさん。メッセージありがとうございます。そうですね、前回私がね、ちょっとお話した、N 国、NHK から国民を守る党の立花隆さんなんですけども、この方のね、やっぱすごいところっていうのは、好きとか嫌いとか、その思想とかがどうこうじゃないですよ。やっぱりね、強烈な凡事徹底力ですよ。この方って4、5年前からこんなことやってるんですよね。もっと前からかもしれないですけども、とにかく NHK の不正を暴いて、 NHK が悪いことをしている不正な営業活動をどんどん妨害していって、で正しいことはやっぱりね認めていくっていう形ですかね。まさにその公約通りにずっと進んでいって、しかも YouTube の活動だけをやってるんですよ。どんなことも YouTube に上げていって、我々が普段ね目に触れないような被害者の悲痛な思いとか、強制的に料金を徴収されて泣いているね、そういうふうな社会的弱者の救済のために奮い立ってくださると。でやっぱり NHK っていうのはこの立花隆さんに対しては何の請求もしないし、契約もしようとしないし、ものすごくねめちゃくちゃなわけですよね。この方の言葉を借りれば、やっぱりね、怖そうな人とかね、力のある人、知恵のある人からは、弱く出て逃げ回って、でちょっと脅したら金を払う人からどんどん分取っていくみたいなね、その請求額も結構適当だったりすることが分かってきて、ひどいなと思うんですよね。まあそれはちょっとね話がずれましたけども、とにかく YouTube でこの方は YouTube だけでですね、いや100万人単位で人を集めて、100万人って言ったら一つのね都道府県に匹敵するような人数になってくるわけですよ。100万人単位で人を集めて、で億っていう単位、1億2億っていう単位でお金を集めてる。これ YouTube の活動だけでなんですよね。で熱い思いと、あとは本当に、多くの方が求めてるものをやっていけば、こういうことが起きるんだなと思うわけですよね。で立花隆さんはどちらかというと、こんなことをね自分はしたくないと。できればパチンコをやってお姉ちゃんと酒飲んでのんびり暮らしたいけど、誰もこれをやらないから自分がやるんだっていうふうなね、そんな形でやってくださってるところもあったりとかね、なかなかいいなというところありますよね。でやっぱり対比して、そのタレント活動ですよね。テレビとか雑誌とか、それから新聞を通じて出ているタレントさんっていうのは、その新聞社とかテレビとか雑誌とかのね、スポンサーからお金をもらってるから、その人たちの思うような自分を演じなければならないんですよね。それはもう職業がなくなってしまうからなんですよ。でも YouTube から報酬をもらっていたら、 YouTube から何らかの圧力がかかることはないですし、放送制限されることは基本的にないですからね。もうそうなってくると、全然収入とか誰かとの関係とか組織っていうのをビビらずに行動ができるということになります。似たような感じで FX も誰かに遠慮して、お金の使い道とか稼ぎ方っていうのを考えることがないんで、本当にね一人で生きるための底力が出ると思うんですよ。 FX、YouTube、アフィリエイト、転売はいまいちなんですけどもね、まあいろんな側面が一人で稼ぐ方にあって、まあ、そういう動画もね昨日ズバッと21個まとめて自己アフィリエイトっていうコーナーで紹介しましたけども、まさにね講義の前半の方であるようなマインドセットが必要なんですよ。やっぱりね、誰かに嫌われないようにとか、誰かの顔色見てってなると自由な表現ができませんし、自由な表現ができないってことは、いわゆるね偽りの表現を自分から発信していくってことなんですよ。偽りの表現を繰り返していくと人生が偽りになってくるんですよね。でもいつも正直に生きてきて、しかも正直がね人の迷惑にならないっていうのも大事ですよ。正直に生きるからっていうんで、自分の思い通りね気に入らないやつを殴ったりとか、どっかから物を取ってきたりっていうのは、それはやっぱり良くないですけども、やっぱりね言論っていうものをしっかりと使って、自分の思考を何のフィルターもかけずに言論っていうものに反映させていく、脳みそにあるものを口から表現していくことが、脳で考えることと口で言ってることがイコールならいいわけなんですよ。でも頭の中で本当はこうなのになと思いながら、その考えを否定して自分で意にそぐわないことを言ったりやったりするっていうのは、非常にね悲しい人生かなと思うんですよね。今は本当にね報道っていう力がが私たちの手元にあって、すごいいいなと思いますよね。本当数十年前だったら参政権もないし投票権もないし、それこそ私たちは情報を受け取ることはできるけども発信することはできないっていう、非常にね苦しい時代にいたわけですね。まあ私も当然そうですし、まあ、ミスターマイヤメさんもそうですよ。やっぱ10代の頃とか20代の頃って自分の言いたいことが社会に反映されるなんてことは考えられなかったわけですよ。でも今は自分の表現したことが会ったこともない人に評価していただいたりとかね、それが仲間を呼んだりとか、まさに今マイアミとこの広島っていうところね繋いでるわけですよね。こんな奇跡はね、やっぱりもう数十年前とか20年前とか、いやいや10年前でも考えられなかったと思いますよね。それは海外に文通してる相手がいれば別ですけども、やっぱりそれがねスマートフォン1個のこのちっちゃい画面の向こうと、いやこっちで世界中のやり取りができる世界っていうのは、やっぱ今だからこそだと思いますし、これを使わない手はないなと思いますよね。まあですので、これからも YouTube 続けていきましょう。さあそれで動画の最後にねちょっとだけヒントを申し上げたいと思うんですけども、
深草さんのお住まいのミスターマイアミさんのお住まいの地区っていうのはマイアミですから、マイアミで有名なログ SEO もしくは映画といえばマイアミバイスっていう映画があったと思うんですよ。なんですかね、ちょっと検索してみるとマイアミバイスで出てきたんですけども、なんかね刑事の話なんですかね、特捜刑事、特捜刑事マイアミバイスっていうのがあって、フェラーリに乗った2人の刑事さんが、まあ私はちょっと番組見たことないんで分かりませんけども、なんかね映画にもなったヒット作だそうなんですよ。まあですんで例えばこれね手間がかかるんで、必ずしもおすすめしないんですけども、特捜刑事マイアミバイスのロケ地に行ってみたとか、特捜刑事マイアミバイスの感想とかね、特捜刑事マイアミバイスのワンシーンを演じてみたとか、有名なセリフを私が言ってみたとかね、こういうのをやると結構ね、マイアミバイスファンがおなんだこれはみたいに見てくれたりするんじゃないかなと思うのが一つです。で YouTube っていうのは動画が最新の動画の順に上から表示されるようになってます。まあでもねものすごく量 の動画が同時にアップロードされるんで一瞬しか上に行かないんですけども、例えば私の場合は最近ねナイトライダーの動画を量産してるわけで、量産って言っても大したことないですけども、最近はナイトライダーがトランザムがねちょっと調子が悪くなったことをいちいち動画にしてるわけですよ。修理してる過程とかね。で私はもう何タイヤも変えたことがないし、オイルも自分でやったことがないし、なんですね、ボンネットすら開けたことがないまま46歳に来たってことを前提に、超素人なんだけども一歩一歩修理に向かって頑張ってますよみたいな動画をやってるんで、結構ドラマになるわけですよね。でそういったことをやっていくと何が起きるかっていうと、私の作った動画でナイトライダーに関するものっていうのは上位に表示されやすいんですよ。しかもナイトライダーというタグで新しい動画が作られない限りは、私の動画っていうのは新しいものが一番上にいますから、ずっと上にいる可能性が高いんですよね。まあですんでそのナイトライダータグジャックっていうのができるんですよ。ナイトライダーで動画作る、ナイトライダーで動画作る、いつもタイトルにナイトライダーって入れとく、それで説明欄にもナイトライダー関連のグッドキーワードいっぱい入れとくってなると、私の動画がそのうちねナイトライダーで検索すると上位のなんか10件全部久保哲郎の動画みたいな、ね、隠居 TV の動画みたいになるんではないかなというふうな方法もあります。もちろんねあんまり乱発すぎたりとか、ただ垂れ流すだけみたいなね、ね、30秒とか1分の動画をなんですかいっぱい作ると動画のスパム認定をされる恐れがありますんで、ちゃんとコンテンツは作り込む必要がありますけどもね、やっぱその辺はね、何ナイトライダーの動画撮るのが好きなんで、ちゃんといいのを撮りたいわけですよ、そこそこね。そういう風になってくるんで、まあ私にはすごく今合ってるかなと思います。まあですんでね、ミスターマイアミさんがやりたいテーマと、それからね、それをそこそこそのテーマで量産できるといいかなと思いますんで、ぜひね、再生リストっていうのを、YouTube の再生リストっていうのを、しっかり活用してみてください。今もね、背景塾長様、パート44みたいになってますけども、こういうシリーズでまとめると連続して見られる可能性が高いんで、マイアミにちなんだ映画とか有名人とか、名所とかっていうのでシリーズ作るといいかなと思います。まあでもわざわざ作るとまたね手間なんで、今のところはね、近い将来って感じでいいと思いますけどね、こんな感じでございます。本当に今回も動画ありがとうございました。